今度の舞台はフラワー王国。キノコ王国からは少し離れたところ、フロリアン王子からパーティーに招待されたマリオたちだが、突如現れた大魔王クッパ。不思議な力を持つと言われるワンダーフラワーに触れると、なんとクッパがお城と合体。強力な力を手に入れたクッパによって各地に起こる異変。マリオたちはクッパの悪巧みを阻止してフラワー王国を救うことができるのか。この映像ではスーパーマリオブラザーズワンダーについて新要素を中心にご紹介。それでは早速いってみよう。新たな舞台フラワー王国には6つのワールドとその中心に位置するフラワー諸島の全部で7つのエリアがある。土管型の岩山に囲まれたフラワー王国の冒険の始まり、土管ロック平原。寒い麓を越えれば遥か雲の上、高みを目指せモックモック鉱山。金色の滝が流れる風光明媚な景色の中、数々の試練が待ち受ける黄金滝。いくつもの島々を巡り、海中や洞窟を探索。フラワー王国の中心、フラワー諸島。他にも見渡す限りの白い砂漠、巨大なキノコが立ち並ぶ怪しい森、熱々の溶岩が煮えたぎる灼熱の世界など、各エリアにはバラエティ豊かなコースが待ち受ける。各ワールドではマップを移動してコースを選択。広い場所に出たら自由に歩くことができる。難しいコースは避けてひとまず先を目指すなど、決められたルートではなく自分でコースを選んで進めることができる。一度遊んだコースならコースセレクトから一瞬でコースに移動可能。遊びたいコースをすぐにプレイできる。そして今作ではコース中におしゃべりフラワーが登場。近づくと、さあ出発。どうやってここに。夕日が綺麗だ。こんな感じで話しかけてきて冒険を盛り上げてくれる。クリボーって美味しいのかな。時にはヒントをくれたり、向こうになんかあるような、コインをくれることも。貴重な水を僕のために。プレイできるキャラクターはマリオだけじゃない。ルイージ、ピーチ、デイジー、キノピオ、キノピコ。どのキャラクターも性能は同じなので、お好みのキャラクターでどうぞ。ヨッシーとトッテンはダメージを受けないので、アクションゲームが得意じゃない人でも安心。ただし落ちるとミスになるので足場のない場所は要注意。さらにヨッシーは踏ん張りジャンプ、食べる、吐き出すといった独自のアクションが可能。新しい敵キャラクターもちょっとだけ紹介。プレイヤーの真似をしてジャンプジャンプ、ホッピン、プププッと口から種を飛ばすスイカパックン、勢いよく突っ込んで地面にめり込むメリコンドル、プルプルゼリーを押しつぶして突撃ゴッツ、背後を取ったら一気に引っ張れ巻き巻き、